ベトナムで神戸牛というプレミアム品質の日本産牛肉が驚くほど安い価格で販売されている。しかし消費者の間では疑問の声が上がっている。一部の業者が安価な豪州産オーストラリアン神戸牛を輸入し、神聖の神戸牛と偽って販売しているためだ。通常数百ドルもする神戸牛がたった数十ドルで販売されているのは非常に不自然で、実際の品質は落ちているようだ。一方でインド産の牛肉や水牛肉も半額の価格で販売されており、これらの低価格輸入品も消費者の不安を高めている。品質と価格のバランスについて慎重に考える必要がある。